ありますシャドウ CLJS キッチンエイシンクパペティオ。はい、はい、自己紹介させて、まあ、さっきもポチのペーパーで自己紹介させていただいたんですけど、はい、イク000888と言いまして、テンクとかで、フリーランスさせていただいてます。で、クロージャー、カナダで開催されるクロージャーノース、僕も CFP 出したんですけど、はい、おめでとうございます。要はクロージャースクリプトでブラウザーテストするサンプルレポジトリを作りましたという話で、中に何があるかっていうと、シャドウ CLJS っていうビルドツールがあって、ホットリローディングだとかノードレプルがさっと立ち上がったりだとかが嬉しいっていうツールと、パペティアってご存知の方いますか？聞いたことあるぐらい。ノードモジュールで、NPM インストールパペティアってすると、その Chrome のバイナリが降ってくるっていうでそれをそのノードの JS で操れるっていうものがあって、まあ、嬉しいっていう、まあ、ブラウザのテストに使えるっていう話ですね。で、API がプロミスベースで、クロージャースクリプトからだとちょっと、コールバックヘルになってしまうっていうのが、まあ、難点なんですが、エイトスさんのキッチン Async っていうライブラリ使うと、それがシュッと書けるっていう話です。まずは、シャドウ CLJS ノードレプルってやると、ノード JS に、こうクロージャースクリプトを送りつけると評価できるっていうレプルが立ち上がるんですよ。で、起動がまあ割と遅いんですが、我慢してます。で、フォームをこう貼り付けて、シャドウ CLJS だと、そのビルドツールなので、一つのこう JS ファイルとしてコンパイルすることもできるんですね。で、そのシャドウ CLJS エデンっていうのにビルドの情報があって、チェックオールっていうビルドがこういうやつ、こういうの作ってねみたいな情報が入っていて、まあ、それを実行するとビルドが走ります。で、ビルドした JS ファイルをノードに加わせると、何も触ってないです。おー、すげー、すごいっすね。ヤンサゲーとかなんか勝手にできそうですね。スクレーキングがはかどりますねっていうのは。はい、っていうものが、っ
ていうのが全部ここに入ってるので、興味あったらチェックアウトしてみるといいと思います。で、クロージャースクリプトのテストの細かい話で、クロージャーそのクロージャーのクロージャードットテストにはないあの async っていうあのマクロなのマクロなんですかね、マクロがあって、まあ、非同期のテストがこれを使うとあのいろいろ自分でもちょっと言語化できないんですが、そうですね。で、そのプロミスベースなので、そのままほっとくとその何でしょう、本当にチェックしたいことがこう終わったかどうか分かる前にそのプロセスが終わってしまうみたいなことがあって、そのそれをこの CLJS テストの Async っていうやつ使うと、この謎の段ってやつを終わったタイミングまでそのなんか終わるのを待ってくれるっていうやつがあるので、それを使うとそのプロミスベースのものでも扱いやすいっていう話ですね。で、ちゃんとそのテストとして実行されているので、例えばネットワークを切って実行してみると失敗するんですよ、はい、っていう自動テストがはかどりますねっていう話です。で、まあ、なので Shadow CLJS 大変良いのでぜひ試してみてほしいのと、パペティアはキッチン Async と使うと良いですよっていうのと、キッチン Async がまだスナップショット版しかクロージャーズに乗っかってないので、あのぜひ安定版をはよっていう自己プレッシャーさんに直接お伝えしたいです。 Shadow CLJS っていうのは何をするんでしたっけ？クロージャースクリプトのビルドですね。あ、以上になります。何かご質問などありますでしょうか？キッチンエーシンクは特に今の問題ないですか？はい、あ、そうそうそう、あのちょっとあの話すの忘れたんですけど、あのなんか処理が失敗するとあのプロミスのリジェクションになるものが返ってきて、でそれをなんか適切に処理しないとなんかプロセスがなんかこうハングしたままこう終わったかどうかもわからないみたいな状態になるので、それをなんかちゃんとキャッチしてプロセスを終わらせるみたいなことをしないといけないんですけど、なんかそのキッチン Async の中でどうやるんですかってスラックで問い合わせると、優しくエイトさんに回答してもらえるっていう出来事があったので、はい、画像をスクショしました。なんかそれ前にファイピーさんにも聞かれたんです。ドキュメントには書いてあるんですけど、それはなんかプロミスのリジェクションに対して使えるっていうふうにこう繋がらないんじゃないですかね、普通の人から。普通のアシンクアウェイトで話すと、まあ、普通のなんか他の言語のエーシンクアウェイトの実装とかは割とそんな感じになってると思うんですけど、まあそんな事情は知らんだろう。そう。クロージャーしかわからないみたいな感じです。はい。はい。ありがとうございました。以上で。はい。やってくれてもいいんですけど、みんなで突っ込んでもらえるとクオリティが上がるっていう。
CI とかに回してるんじゃないですか。回してますけど、そのデータを回してます。何ページぐらい、もうほぼできてるところで25とか30とかじゃないですか。はい、全然です。の前半の各コモンリスク、クルージャー、ラケットの部分は今絶賛作業中ブランチ切って作業中なので一本にならないんですよ。あ、なるほど。合わせると、合わせると大体目標100ぐらい。100ぐらい。スタートビューとしてもそうですよ。おお、ちょっと待って、なんかやばいな。あ、透けてますね。それでは、それじゃあ、ジャイズという最近作っているライブラリーの、まあ、今日はさらっと紹介をするだけぐらいの感じにしようかなと、ちょっとあんま発表の準備をする時間がなかったので、また、込み入った話は別の機会にしたいと思います。で、すぐです。で、まあ、なんか単刀直入にいきなりなんですけど、JIZE というライブラリを作ってます。で、JIZE というのは、まあ、Java in Expression というやつで、なんだろう、Scheme の処理系の合集っていう処理系があるんですけど、それの内部で、Size っていうその C を S 式で書けるみたいな、仕組みがあって、まあ、合集のその内部、まあ、ブートストラップするためにこう、内部一番コアの部分はまあ C で書かれてるんですけど、それが素の C じゃなくてなんか S 式で書かれた C で書かれていて、そこから、C のコードを生成して、ビルドするみたいな感じが起こされてるっていう話がなんかまあ10年ぐらい前の、なんか話題になってたと思うんですけど、で、それは、まあ、なんか素の C だと、まあ、マクロが書けなくて、なんだろう、リスパー的には嬉しくないみたいな話があって、で、まあ、S 式で書くと、リスプの、マクロのパワーを活用できて嬉しいよねっていう話で、紹介されていたと記憶しています。で、JIZE は、まあ、割とそのノリというか、まあ、クロージャーは JVM 上で動いていて、で、まあ、なんだろう、パフォーマンスが必要な部分とかは結構 Java で書いたりとかしておいて、でその、メソッドをクロージャー側から呼び出すみたいな感じで、分業する場合があるんですけど、まあ、クロージャーのDSL として Java を、Java 風のなんか言語を書けたらなんかいろいろ面白いんじゃないかと、そのサイズ、合集のサイズ的な
面白さが分かるんじゃないかなと思って、まあ今、なんだろう、まあいろいろ模索している段階です。で、まあ DSL とは言うんですけど、まあ割と、Java の機能も最近はだいぶ網羅してきている感じはあるので、まあ DSL といっても、まあほぼ Java の機能を揃えているので、まあなんか汎用言語並みの表現でいいかなっていう感じになります。で、まあなので、このクロージャーとこの名前空間の機能だけを共有した別の言語とも言えると、まあ、だなんでその JIS だけを使って、コードを書いていくみたいなことも、まあ、できなくはないという感じで、なんでそんなのを作ってるかっていうと、まあなんだろう、そのクロージャーを適用できる適用範囲を広げたいっていうのはまあモチベーションとしてはあるんですけど、もっと直近の、モチベーションとしてはこのクロージャーなんだろう、普段な、仕事とかで書いてる分には、まあ、割となんだろう、こうイディオマティックなクロージャーのコードでも別に不満はないかなっていう感じなんですけど、こうひとたびなんか効率を求め始めると結構歯がゆい思いをしたりすることが多かったりすると、で、僕の場合は特に、仕事でそのゲノムの解析のコードとかを書いているとこうやっぱ扱うデータのサイズが数十ギガとか数百ギガとかそういう感じになって、処理解析の処理とかでも、数時間とか数十時間はあるのかな、数時間とかかかる場合があるので、そのレベルになるとこう定数倍、その2倍とか3倍とか速くなるだけでもこう全然、効率は違ってくるので、こうなるべく効率がよく書きたいという感じになっていて、でそういう、領域でこうクロージャー の, そのイディオマティックなコードでやっていると結構しんどかったりするんですけど、まあ、効率を求めていくとこうクロージャー の, その言語的な制約が結構煩わしかったりするので、まあ、それをこう回避しつつこうより効率的なコードを出るようにっていうのと、あとはまあそういう解析のアプローチとしてというか、まあ、なんかアルゴリズムとかもあったりするんですけど、結構その手続き的なアルゴリズム、とかがあったりするんですけど、それをこういちいちクロージャー の, そのループリカーとかに翻訳しつつ書くとか、そういうのが結構煩わしかったりするんで、まあ、なんかその辺もこう手続き的なアルゴリズムは手続き的に書いた方が 楽というか、まあ直接的だっていう話で、まあ、手続き的なアルゴリズムを書きやすいよっていうところあたりを、まあ目指して開発しているっていう感じです。で、特徴、まあいいか、特徴としては、まあ、Java、その S 式 Java と言いつつも、まあ、なんか微妙に、まあ、クロージャーと Java の合いの子みたいな感じで、言語を作っていて、if とか switch とかって、まあ、Java だと文なんですけど、それを、まあ、式とし、なんだろう、まあ、文脈によるんですけど、式として使った場合には、ちゃんと if 自体が式として値を返すみたいな感じの使い方ができる。まあ、クロージャーと同じですけど、ね、if が式になってて値を書きますみたいな。で、クロージャーと大きく違うのは、まあ、静的型を持つっていうところで、まあ、今のところ静的型のチェック自体がしてないので、別に、嬉しくないんですけど、一応型がついているので、まあ、今後、型のチェックをちゃんとやっていけば、まあ、もうちょっと静的にエラーが検出。で
ですけど、まあ実際にはその型安全性を求めてそうなっているというよりは、なんだろう、効率を求めてその、リフレクションとかをなるべくというか、まあジャイズの中ではリフレクションはないんですけど、ので、なんだろう、メソッドを探索したりとかフィールドを探索したりとかっていうのをやろうと思うと型が必要になってくるので、まあ、必然的に型がついているという感じになります。であとは、その JIS 自体は、クロージャーのマクロとして作られた DSL になっているんですけど、この JIS 自体も、クロージャーのマクロで、構文を拡張できるようになっているので、まあ、JIS として構文は、規定しているんですけど、それにまあ不満があるとか、なんだろう、このパターンのコードはよく書くからもうちょっと簡単に書けるようにとかって思った場合には、まあ自分でマクロを作って拡張することもできると。で、例の帰結として、クロージャーの既存のマクロっていうのも、展開系にクロージャーの関数呼び出しが含まれていなければ、使うことができるっていうのがあって、まあ、例えばスレッティングマクロだとかっていうのは、展開系に、まあ、特に、クロージャーの関数呼び出しとかは含まれないので、まあ、そういうのは、JIS の中でも使えるという感じです。アイコンが消えてる。まあいいよ。はい。で、ちょっと待ってください。JIS で何ができるかっていう話ですけど、まあ、一番、コアの部分ではこの DEF クラスっていうマクロを提供しますというのが JIS の機能、まあ一番の API です。で、DEF クラスで、何ができるかっていうと、まあ、名前の通り、クラスが定義できるんですけど、まあ、Java、あ、ちなみに、Java、 Java って皆さん分かいい。なんとなく、大丈夫ですかね。一応、大きなため聞きたい。聞いといても、まあ、なんだろう、別に教えたりできないですけど、はい、まあ、クラスがあります。クラスがあって、DEF クラスの中の DEF っていうのが、フィールドの定義になってますと。で、DEFM っていうのがメソッドの定義ですね。クラス名と同じ、名前になっているやつは、コンストラクターですね。なので、この定義だと、フィールド C という名前の、フィールドが1個ありますと。で、コンストラクターが2つあって、0引数のコンストラクターが1つと、引数1つ取る、コンストラクターが1つ。で、インクっていうメソッドがありますという感じになっていて、これがまあ普通に、これ今クロージャーの普通のリプルですけど、ここから、まあ、あのちょっと C じゃなくて、
やると、あ、間違えた。ちょっと運命セットを呼び出すために、まあ、このカウンターがインクリメントされていくと、で、もう一個のコンストラクターの方を使っていれば、まあ、その与えた値からカウントアップしていくという感じのクラスが作れます。もう本当になんで、普通に Java で、クラス定義をしたのと同じような感じで、クラスが定義できると。で、すると、あとは、マニュアルだっけ？マニュアルとして、ちょっと待ってください。で、まあ、今のだけだと、まあ、割とクロージャーでも書けるんじゃないぐらいな感じ、まあ、クラスが定義できましたぐらいな感じで、まあ、そんなに、まあ、インクバンとかっていうちょっとなんか変わったやつがあったけど、まあ、それぐらいな感じでしたけど、意外とこの、パブリックとか毎回考えなきゃいけないのがめんどくさいんですけど、なんかまあ配列をまあこんな感じで、イニシャライズできて、で、まあ、方法があるんですけど、クロージャーの方とは違って、まあ、Java の方的な感じのやつがありますけど、i という変数、ローカル変数を新たに定義して、で、i が n より小さい i が、インクというのは、まあ、プラスプラスみたいな感じのやつですね。そんな感じであって。スタティックメソッドとかも定義済みになっているので、なんだろう、クルーさんとか、これもですね、これもまたあるか。ちょっと、配列の型を書くのがちょっと若干、なんだろう、本当は、こう書きたいってことなんですけど、クロージャーのメタデータは、キーワードがシンボルかマップしか許さないので、こう書く必要があります。それは返り値の配列ですか？あ、そうですね。はい。この、括弧が二重になってるのは、インプの配列の配列ですね。あ、なんで、この行で、二次元配列なんですか？あ、そうですね。インポの配列の配列を作って、N 個作って、ここでインポの配列を作って、それぞれに対してその配列を作る。これはその配列の長さが N ってことですね。あ、そうですね。はい、
みたいな感じで、やると、まあ、こんな感じで、まあ、これ今表示がサイダーが、配列を、うまく表示してくれてるんで、まあ、こんな感じに表示されますけど、まあ返ってきてるのは配列です。今こんな感じで。こんな感じで、まあ配列を作ってそれを、書き換えるとか、まあ、それを参照するとかっていうのもできるし、法文があって、まあ、変数に代入ができると、まあ、そこがまあ割と何ていうか一番嬉しいポイントというか、クロージャーだ と、ローカル変数は書き換えられない、そのループで、更新していくことはできるけど、代入をして破壊的に更新するっていうのはできないので、まあ、そのあたりが違う部分でしょうか。で、あとは、まあ、なんでこんな感じで、なんだろう、その型を、クロージャーのメタデータとして、指定していく、まあ、引数、メソッドの引数の型だったりとか、モデル値の型だったりとかっていうのを、まあ、こんな感じで、指定すると。で、まあ、そこは、なんかこの辺のパブリックスタティックとか、モデル値の型とかを、なんか、フォームの外側に置いてますけど、まあ、一応ここに置くことも、クロージャーと同じような感じで置くこともできるんですけど、なんかは割と見にくいので、まあどっちにも置けるみたいな感じになってます、ね。で、あとは、Java のメソッドも呼び出せます。なので、できますと。であとは何だろうな、まあ結構その、一応フォーとフォワイルのループはサポートしていて、あとは何だろう、 Java でだと、まあ、ブレイクであるんですけど、まあ、普通にブレイクも、なんだろう、なんか適当に、なんちゃらブレイクみたいな感じで書けるんですけど、もう一個ちょっと特徴的なやつで、ラベル付きブレイクっていうのがあって、例えば、なんだろう、一旦その席の値がなんか適当なマックスの値以上になったら、もうその時点でこの括弧の
これは一旦積の値が25を超えるとそこで、この表の、表示を終わるっていう感じになってますと。で、これ、まあ、ラベル付き、ブレイクっていうのはまあこんな感じなんですけど、あとコンフ、ラベル付きコンティニューっていうのも、これも Java の機能としてあるんですけど、これは、その、ラベルがついてるところまで、脱出、実際にはこの外までは出てなくて、この内側のループを全部抜けて次のループに行くっていうのが、ラベル付きコンティニューっていうやつに作って、これをやる と、なんかこういう、各行で、その積がマックスの値を超えると、次の行に移っていくっていう感じになっていて、まあ、こういうのが、割と書けるこれ聞くとちょっとベージックの Go to を思い出すそうですね。まあそんな感じで、まあ、なんだろう、 こう Java としては、まあ、Go to は、まあ、なんか一応予約後にはあるけど、使えないみたいな感じになっているんですけど、まあ、こういうラベル付き、ブレイクとかラベル付きコンティニューとかっていう機能を使って、まあ、そういう Go to がなくても、まあ多少柔軟にコーディングできるっていうのを、まあ、機能として提供しているという感じらしいです。ちなみにブレイク、ラベル付きブレイクは、4じゃなくてもなんかつけれるという任意の文に対してラベルをつけてそこが終わるところまでジャンプするっていう機能らしいです。まあそんな感じで、書けます。でまあ、割となんていうかこういう問題を、これで書くのは素直かなっていう気がしていて、履歴をたどればさっき僕がクロージャーで試したやつが出てくるんですけど場合そもそも、二重ループっていうのはまあ割となんていうか扱いにくいですよね。まあ普通に、単に本当に、全部なめるっていうパターンであれば、まあ、ルーシークとか使ってできる嘘か、配慮しなきゃいけないから。で、こんな感じですけど、さっきみたいに、ブレイク、例えばブレイク、30を超えたらとか25を超えたらそこで終わるとかってやろうと思うと、もうこれではできないですよねっていう感じで、例外を大体とか、まあよくあるのは、例外は、まあ、思いつきますけど、なるべく避けたいかなって感じになって、まあ、大抵成功法でいくんであれば、まあ、シーケンスの処理に持ち込んで、で、なんだろう、まあ、テイクフォワイルとかで、まず値だけ作ってしまって、で、それを、パーティションとかで、こう、桁を区切って、それを行ごとに表示していくとか、まあ、そういう感じに。とかあとは さっきの、ラベル付きコンティニューの例だと、どう言ってんだろう、それはさっきやったけど、まあでもそれはすぐいいのかな、ワイルとか、
みたいな感じで、まあ、できるわけですけど、まあ、なんていうかこう、なんだろう、こう、どうやってやったらいいかっていうのをこう、なんていうか、思考がこうあっちに行ったりこっちに行ったりっていうか、こう言語の制約をうまく回避するためにこう、なんかいろいろ考えなきゃいけないっていうのが、まあ、あまりうれしくないなっていう話ですね。あで、なんかクロージャーにあんまり詳しくない人のために言って言うと、なんかクロージャーの一番、低レベルな、ループの構文はループリカーっていうのがあるんですけど、ありますと。で、ありますけど、ありますと。ありますけど、ループリカーっていうのは、まあネスとして書けないっていうのがあって、ループの中でさらにループは、まあ、書けるは書けるんですけど、そこから、外側のループに、一気に脱出するとかそういうのはできないので、なんだろう、ループの中で局所的に、ループの中に収まるさらにネスとしたループとかを書けるんですけど、結局ループも何て言ったのちょっと説明が難しいんですけど名前がループですけど実質末尾再帰還数を書く、そうですね、まあ、ループリカーで脱出とかできない、脱出はできないですね。もうなんで本当に、そのループっていうのを書いたこの時点に、戻ると、引数をこれに更新した上でここに戻るっていう機能しかないっていう感じですね。じゃあ相互再帰的なものできない。まあできないですね。ので、まあその辺をやろうと思ったら、まあ関数に分割するとかが。まあ、成功法ですかね。まあ、なんでネストしたループとかも、書こうと思うと大抵内側のループを関数に分けて書くとかそういう感じになってくると思いますね。のでなんかそういうのをこういちいちやってるのがこう面倒くさいなっていうのが、まあ、一番のモチベーションです、ね、であと何かやりたい例は、まあ、そんなところで、基本的な、そのデフクラスを使った、機能としてはそんな感じですと。で、一旦そのクラスを定義できるようになるとそのクロージャーのデータ構造というのは基本的にというか、まあ、Java の、クラスなので、クロージャーの関数っていうのも、まあ、クロージャーラング IFN っていうインターフェースを持った、クラスなので、DEF クラスを使って、その IFN っていうインターフェースを、実装したクラスを定義してやれば、クロージャーの、関数として振る舞う、この DEF クラスで作った、なんだろう関数というのが作れて、なのでさっきの例えばこういうのを、ジャイズユーティルっていうネームスペースがあってそこにデフエンっていうマクロがありますと、で、こんな感じで、こんな感じで定義してやると、これはクロージャーの関数として振る舞うんですけど、この辺が若干、今はまだ若干。
こんな感じで、クロージャーの関数として、さっき、定義していた、クラスっていうのが、使えるようになる。で、まあ、若干その、そのプリミティブ型の扱いで、クロージャーのプリミティブは、ロングかダブル、なんとか、リテラルは、整数のリテラルはロング扱いになってしまうので、そこの扱いがちょっと今はまだうまくないんですけど、まあそんな感じで、値をクロージャーからその今定義した服っていう関数に渡していくことができるという感じです。で、FN っていうのもあって、インライン、まあ、こういう、これから、これも同じ話ですね、まあ、ロングにしてやれば、まあ、一応、これも、いう感じですけど、あ、まあ、ただ、今のところは、その FN 関数っていうのは、なんだろう、まあ、インラインには書けるんですけど、クロージャーの関数と違って、クロージャーじゃないというか、ややこしいんですけど、クロージャー、関数平方ではなくて、ローカル変数を参照できない、クロージングしている環境の、ローカル変数は今のところ参照できないので、まあ、そこはちょっと注意が必要ですと。で、一旦こうやって関数が作れてしまうと、まあ、レッドとかを作るのはまあ簡単で、まあ、この上でやってるのと同じことなんですけど、こういうことができますと。で、できますと言って何が嬉しいのかよく分かんないですけど、ここから先は、ジャイズになっていて、ここだけが、クロージャーになっているっていう感じになっているので、これを、クロージャーの関数の中にこれを埋め込むっていう感じのことができるようになる。そうすると、こんな感じで使えて、まあ、この中ではさっきの、フォーとかそのラベル付きブレンディングラーとかって言ってた構文が使えるんですけど、それをこうクロージャーの関数の中にインラインに、突っ込むことができるようになるので、もともとデフクラスって言ってクラス単位で、そのジャイズの構文が使えますって言ってたのが、まあ、関数が作れますってなって、関数が作れるともう式単位でこのジャイズの構文がインラインに使えますっていうので、もう、まあ、どこにでもその、式としてこのジャイズを埋め込めるっていうので、こう必要なところだけこう外的な変更をするみたいなふうに、使うことができるというので、お便利です。で、まあ、さっき言ったようにできるとスレッティングマクロとかも使えるので、こんな感じのこともできるし、まあ、Java だとこうヌルの扱いとかも若干厄介だったりしますけど、まあ。こういうのも書けるので、まあ、普通にクロージャーと同じような感じで、まあ、コードを書くことができるという感じです。こういうところぐらいまでが基本かな。ですかね。なんか今までのところで質問とかありますか？Java の配列に対して何かマップとかできたりするんですか？マップか、マップ、
ジャイズの関数を渡せばできそうな気がしたが。マップ？クロージャーでマップするって言ってた。難しい。クロージャーでマップはうまくいかない。ジャイズの中でクロージャーの関数は呼べないです。まず。うん、でいや、クロージャーのマップでジャイズの関数をジャイズの配列に渡す。ジャイズの配列に渡す、こういう話ではなく、あ、うん、これはまあできますよね。どういう話ですか。ジャイズの関数を配列に入れる。Java の配列に適用したいみたいな。Java の配列に適用したい。あ、まあクロージャーのマップがそもそも、Java の配列には対応しているので、じゃあ、うん、なんかマップ的なのを JIS 側で用意する必要がある。あ、まあ、ただその辺は加減が難しいんですけど、なるべく何だろう、Java からその抽象度が離れていくものは追加したくないなって思っていて今のところは追加することはない。Java にはそういうのないんですか。Java、まあ、ストリーム API とかっていうのはあるので、まあ、そういうのを使う手はありますけど、それは、素の Java の話で、あれを使おうと思うと、まあ、別にラムダは必ずしもいらないのかな。インターフェースに対応はしてる。まあそうですね。その辺は、対応できていないので、まあ、あんまり Java、使えたとしても Java ほどうまくは使えないっていう感じのところですね。どうかな。じゃあ次。じゃあ次。はい。で、現状としては、まあ、行数的には今のところ大体2000行くらいかな、対応している、クロージャーの、クロージャーじゃないか、Java の機能としては、まあ、こんな感じになってて、まあ、大体四足エンザとか、ロンリーエンザ、ミッドエンザとか、まあ、その辺はまあ普通に対応しましたと、配列操作もできますと、で、整理本文もまあ、いろいろありますけど、まあ、対応は、うん、まあ、完全かどうかは分かんないですけど、一応してますと。で、例外処理も、うん、まあ、完全かどうかは分かんないですけど、してます。で、フィールドアクセスとメソッド呼び出しは、まあ、一応、型が完全に一致してるやつ、なんだろう、そのクラス自身が持ってる、引数の型が完全に合ってるやつは呼び出せます。けど、親クラスとか、それ以上のクラスで、定義されてるメソッド呼び出しとかはまだ対応。で、クラスの継承とかインターフェースの実装とかができます。で、まあ、対応してないのは、まあ、多分ここに書いてないやつでもいっぱいあると思うんですけど、まあ、スタティックインシャライザーはまあやろうと思えばできるぐらいの話だと思います。で、で、未対応と対応しないっていうのは、なんだろう。未対応の方はまだ対応してないぐらいで、将来的には対応したいぐらいの意気込みのやつです。まあ、ラムダ式とかは結構大変そうなので、ちょっとどうしようか迷っているところなんですけど、うん、で対応しない、今のところもうかなり優先度が低いというか、まあ、ほぼ、限りなくやらないんじゃないかなと思って、まあ、ジェネリクスとかは相当やろうと思うと大変になるので、ね、まあので、はい、なんだろう、ジェネリクスが必要なやつは、まあ、基本的にイメージ的に、型をアノテートするっていう感じの使い方になると思います。はい、で、はい、で、まあ、今後としては、まあ、まずかな、まあ、静的型のチェック、まあ、型に限らず静的チェック、コンパイル時のチェックっていうのを、
今ほぼ、何もチェックしてないっていう感じなので、多分僕以外が使うのはほぼ無理っていう感じなので、まあ、その辺をちょっと現実にチェックしていきたいっていうのと、あとは、さっきほど FL マクロありましたけど、まあ、これの外側の、クロージャーのローカル変数を参照できないっていうのが、制約としてありましたけど、まあ、これはそんなに難しくなく、対応できると思う、まあ、型のアノテートは、タイプヒントはつける必要はあるかもしれないですけど、参照できるようにするのはそんなに難しくないんじゃないかなと思っているので、まあ、やれたらやりたいかなと思います。で、あとは、3つ目に書いているのは、今だと、なんかスクリーンの話は全然今回はしてないんですけど、内部的には、そのマクロ展開時に、バイトコードを JVM のバイトコードを生成するっていうことをやっていて、で、まあ、なんでほぼ、Java のコンパイラーみたいな感じなんですけど、作りとしては、本当に単に AST を作ってそれに対応するコード、バイトコードを生成するっていう感じで作っていて、結構、コード生成が大変というか、その何だろうな、さっきのなんかこうラベル付きブレイクとかそういうのの何だろうな、制御フローが結構かなりグレーな部分があったりして、その辺をもうちょっと明確にするためにこうなんだろう、CFG とか SSA とか何か適当な中間表現を入れてもうちょっときれいにしたいかなと思って、であと4つ目の話はちょっと昨日できちゃったのでちょっとまあできましたぐらいな感じですけど、まあちょっとまだ作りは荒いのでなんですけど、コマンリスプの機能にタグオリーっていうのがありまして、タグオリーというのはさっきラベル付きブレイクとかラベル付きコンティニューとかっていう話がありましたけど、タグボリューはもっと低レベルというか、もう本当にラベルと Go To をサポートするような機能だという理解なんですけど、ちょっと見えますかね、ポイント C、ポイント A、ポイント B、ポイント D っていうラベルがあって、それぞれに対して Go っていうのがあって、上から進んでいくんですけど、ここまで来るとポイント A に Go To があって、ポイント A がここにあるので、でここから、まあ、ここは、特に Go To とかないのでそのままスルーして、で、ここまで来るとポイント C に行くのでここに来て、でここでポイント D で終わるっていう感じで、なんていうかもう本当にめちゃくちゃな制御フローも、実現できるみたいな感じで、割となんていうか状態線形とかを書くのには、という感じで、まあ、これもなんでフローっていうのがあって、
番上、ここに来て、ここに来て、ここっていう感じの制御フローが実現できるというの で、まあ、これをさっきのジャイズブレッドとかを使ってこう局所的にこうこれを使えるとかってなるとかなり面白いんじゃないかなと思っています。で、まあ、タブボディの話だよの話で、あとは、型をパラメータライズしたクラスとかっていってのは、まあ、これは、まだ全然なんかアイディアだけの段階なんですけど、さっきジェネックスの対応は、まあ、あんまり優先度低いかなっていう話をしたんですけど、なんだろう、そうではなくても、なんだろう、さっきのクラス定義の中の型って結局、メタデータについてる単なるシンボルなので、そのメタデータ、なんだろう、特定の名前の、メタデータの名前を、コードウォークして書き換えていくっていうことをやると、こうジェネリクスを似たようなことができるっていう感じ で、しかも、Java のジェネリクスってこう参照型にしか対応してないんですけど、その方式でやるとこうプリミティブ型も対応したジェネリクスみたいなのができるなっていうのを思っていて、なんかその辺をやるとこう、まあ、タグボディも、もうすでに Java の能力を超えている機能なんですけど、その下のその型のパラメータライズっていう話もこう Java の言語機能を超えた機能ができるっていうので、なんていうか、まあ単にこう S 式で書ける Java っていうだけじゃなくて Java を超えるっていう機能を実現できるっていうのは割とこう夢が広がる感じなんで、なんかこの辺を攻めていけたらなっていう。ので、もしよろしければ、このエイタスジャイズしておいていただけると嬉しいです。以上です。ありがとうございました。特に大丈夫ですかね。はい、論文書けるんじゃないですか。論文にはならないんじゃないですか。そんなにハイレベルなことはやってない。マクロの定義はクロージャーのマクロ定義がまんま使える感じ。ああ、そうですね。その話をやってないですね。さっきのククのやつは、こんな感じでありましたと。で、これを例えば、まあ、プリント LN が毎回プリント LN システムアウトとか書くのがありますので、ってなったら、マクロ、プリント、これは書いたやつが、とか、まあ、これ、これは、クロージャーのマクロですね。で、プリント、これも多分あるんでしょうか。とかってやると、先ほどの、これは、こう例えば do times にしたりとかっていうのを、まあ、簡単にというような感じで、まあ、あと、まあ、注意点は、そうですね、まあまあ、細かい話に、まあ、おおむね Java、Java じゃない、クロージャーのマクロとして書けます。という感じです。片付けなんかもじゃ あのマクロとしてなんか生成してしまえる、まあそうですね、書かなくてみたいなことができるわけです。まあできますけど、まあ割となんていうかそんなに一応なんだろう、型推論的なことを
なんだろう、その関数型のそのハスケルとか、ML 系の言語とかほど、リッチな、型数量じゃないですけど、なんだろう、メソッドの戻り値を受けている部分はそのメソッドの戻り値型になるとか、うん、あと、まあ、なんだろう、リテラルがあればそのリテラル型になるとかっていうのは、まあ、推論しているので、基本的には割とこうメソッドの引数だけ型をつけてやれば、あとは割と推論できるっていう感じがするので、そんなにはいらないですね、型に関しては。ですけど、まあ、まあ、そういう使い方もできます。まあ、なんで、ラベルをなんか適当につけたマクロを作るとか、なんかそういうのはできますね。結構いい時間ですね。